ストラスブール考古学博物館に展示されているアルゲントラトゥムの遺物、アルゲントラトゥムは現在のフランスの都市ストラスブールの古名。紀元前12年にローマ帝国の将軍ネロックラウディウスドルススがライン川防衛のために建設した。90年からは第8軍団アウグスタの高級的な駐屯地となった。紀元前12年、ライン川沿いのゲルマニアスペリオル属州にあった ガリア人の村の近くに、ネロクラウディウスドルスス率いるローマ軍団が、要塞都市を建設した。アルゲントラトゥムという名が所出するのはこの都市であるが、実際には、ガリア人が以前から使っていた地名が、ラテン語化されたものだと考えられている。元になった地名が、どれほど前から使われていたかは分かっていない。90年以降、第8軍団アウグスタがアルゲントラトゥムに、 高級的に駐屯するようになった。建設当時のティベリウス帝時代の約6ヘクタールから約20ヘクタールへ拡張され、騎兵部隊が駐屯していた。ネロ帝時代には第14軍団ゲミナや第21軍団ラパクスも一時的にアルゲントラトムに駐屯していたことがある。ドーム通りで発掘された第8軍団の印が押されたレンガの破片357年。 ライン川を越えて侵攻してきたアルマンニ族とローマ軍がアルゲントラトゥムで衝突した。このアルゲントラトゥムの戦いはユリアヌス率いるローマ川が勝利し、アルマンニ王クロドマルが捕虜となった。366年1月2日、大規模なアルマンニ族が凍結したライン川を渡ってアルゲントラトゥムに入り、そこから帝国内に侵攻した。四世紀以降、アルゲントラトゥムには、 死教座が置かれた。5世紀前半、アルマンニ族がライン川を渡り、現在のアルザス及びスイスの大部分にあたる地域を征服、定着した。この頃から、アルゲントラトゥムという名称は歴史上から姿を消し、トポニムであるストラティスブルグムに置き換えられていった。現在のグランデルにあたる地域が、かつてのアルゲントラトゥムの中心だったとされている。 南北に走っていた道路カルドー・マクシムスは現在のドーム通り、東西に走っていたデクマヌス・マクシムスはハルバード通りとして現在に残っている。1947年から1953年にかけて考古学者でストラスブール考古学博物館長のジャン・ジャック・ハットによる組織的な考古学調査が行われた。その結果、アルゲントラトゥムは五度にわたって破壊され、 70年、97年、235年、355年、4世紀末、5世紀初頭の6度に渡って再建されていたことが分かった。最も繁栄し要塞的であったのは、97年の大化後のトラヤヌステー時代であった。現在のロマン通りの京ニヒスホフン地区では、多くの古代ローマ時代の遺物が発掘されている。例えば1世紀の軍人。 カイウス・ラルゲンニュースの石碑が有名である。この地域は巨大な墓地や軍団基地に付属した市民の居住地や公益所があった場所だと推測されている。ケーニヒ,ヒスホフン地区での最大の発見は、ハットの前任者のロバート・フォアーが1911年から1912年にかけて発掘した巨大なミトライウムであった。ここは4世紀に、 初期のキリスト教会によって閉鎖された場所だった。1948年と1956年にハットが現在のサンエティエンヌ教会のある土地で行った発掘調査では4世紀後半から5世紀初頭の教会のアプスが見つかった。これがアルザス最古の教会であり、最初のカトリックのストラスブール司教座であったものと見られている。ありがとうございます。